山崎明、レフェリー、羽生崎優造。クラッシュ124東京水道橋後楽園ホールプレリミナリーファイトです。スーパーライト級の一戦、斉藤光也対マークバードジェームスの一戦。斉藤光也185cmあります。こら放送の解説、石川直樹さんでお送りしていきます。石川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。3分3ラウンド延長なしで行われるクラッシュプレリミナリーファイト、引き分けがありとなります。あ、この斉藤大きいですね。大きいですよね。身長もなんです。ファイトスタイルもですね、長く見てる人なら分かると思うんですけど、佐藤義弘選手にそっくりなんですよね。そうですね、はい、65キロの階級です。まあ、その階級でもこの K1 ファイターの中でもトップクラスのこの身長を誇ります斉藤光也です。185センチ、マークバードジェームスも175センチありまして、十分この階級ではサイズがある方なのですが、前に入ってパンチ入っていく、細かいパンチだ。青のグローブ、マークバードジェームス、じわじわプレッシャーをかけるのは斉藤光也か。斉藤の方はここで連続 KO 中です。そうですね、パーフェクトレコードですよね。マークバードジェームス選手もね、約1年ぶりの試合なんですけど、デビュー戦こそアニンタアリ選手に負けちゃったんですけど、もうその時もですね、パンチがすごく強くてですね、この間のこの試合までの間にどのぐらいレベルアップしてるのかというのが楽しみで、この試合はプレミナリーのレベルを超えるんじゃないかなという期待をしています。そうですか、はい。まあ、本当にこのマークバードジェームス、 K1 アマチュアでしっかりと実績を残して、おっとボディからの右ストレート、そしてパンチで入ってくる。このパンチで2試合とも KO しています斉藤光也です。そうなんですね、斉藤選手は長身でね、蹴り膝に見えるんだけどパンチが強いんですよね。特にデビュー戦では右フック一撃、この KO 勝利でした斉藤光也。プレッシャーかけるのはマークバードジェームス。身長差10センチ、右振ってくる、もう一つ右。やっぱりロングリーチですね。そうですね、蹴りがある、膝があるからこそパンチが当たるね、斉藤選手は。ローキック打っていくのはマークバードジェームス。これローもうカーフに近い、かなり低いところを蹴ってますね、ジェームス。そうですね、はい、しっかりカットできてますね、うん、今のはローキック、ももへ蹴っていきました、ジェームス。第1ラウンド半分を経過しています。パンチ、ボディ、そしてローへとコンビネーション、上から殴りつけるのは斉藤光也です。あー、ガードの上から来ます。ガツンと重いパンチなんでしょうね、斉藤選手のパンチは。拳が硬そうですね。ここまでどちらが優勢みたいなところはありますか？お互いもう、いい勝負してますね。なるほど、はい、どっちかに流れないように必ずものため返します。まだ流れは両者つかめてはいない、それを許さないというようなこの立ち上がり。そうですね、これかなりレベル高いですよ、うん、どっちかが引いたらすぐに倒れてしまうぐらいのレベル、攻撃力ありますから、そこでやられた分必ず返します。ここちょっとだから手も足も止めちゃダメな状況ですね、両者。そうですね、はい、止まった瞬間、相手の攻撃が速射砲のように飛んでくると思いますね、はい。今掴んでしまいました。 K1 クラッシュルールでは一切この掴み行為は禁止とされています。左ミドルに対してこの左のストレートは斉藤光也。あ、前から来る、前から来る、正面からこうパンチをぶつけていきました斉藤光也です。圧力があります。マークバードジェームスもしかしよく引きませんね、この大きな斉藤に対して、ね、はい、身長が大きいこの、ね、リッチさというのはすごくプレッシャーになるんですけどね、うん、ボディ、そのプレッシャーに対してやっぱり下がったり止まったりしたら飲まれてしまうので、これしっかり戦い方を分かってますよね。マークバードジェームス、斉藤光也、第1ラウンドが終了しています。斉藤光也の方はビラサクレックフェアテックスミノワの所属、マークバードジェームスは K1 チーム五反田チームキングスです。両者この攻撃を打てば返していくというような、そんな第1ラウンドでした。さあ第2ラウンドどう動いてくるかですね。そうですね、技の種類が多いのは斉藤選手なんですよね。マークバード選手はパンチ、強いパンチがあるんですけど、はい、それに対して斉藤選手は、ね、蹴り膝があるから、やっぱりパンチがそれによって当たりやすいという展開が1ラウンド目になってしまいましたけど、それやっぱりこのまま中盤後半もこういう流れでいくとですね、斉藤選手にちょっと流れがいくんじゃないかなっていう気がしてますね、はいはい。第2ラウンドが始まります。
さあ第2ラウンド、青のグローブマーク・バード・ジェームスプレッシャーをかけていきます。よりプレッシャーか第2ラウンドは。しかしそれに対して斉藤も大膝突き上げてくる、膝からのパンチ。いやこのね、あのマーク・バード選手のパンチが強い、パンチが強い相手にこの膝を合わせるっていうこの距離感の余裕、視野が広いのすごいですね斉藤選手。膝そして上から打ち下ろしてくるパンチ。やっぱりあのね、今膝空振りした後にマーク・バード選手すぐパンチが飛んできたから、怖いんですよねパンチって。だけどそれがしっかり自分の距離が分かっているからこれですね、この膝蹴りに入るっていうのはしっかりと自分の武器になってるんですよね。左ボディーマーク・バード・ジェームスです。左のミドルとローと散らしながらこう圧力をかけるのは斉藤。膝そして右ストレート、一瞬そして左も顔面捉えた。さあちょっと左も今当たったぞ、じわじわ斉藤が捉えていくか、マーク・バード・ジェームス下がっていく、左のジャブつくようにこれはダウン取られていません。すぐ立たないといけません、すぐ立たないとダウンを取られてしまいます。どうですかこの第2ラウンドの印象は石川さん。そうですね、あのマーク・バード選手がパンチで攻めているんですけど、斉藤選手が顔変わらないんですよね、顔変わらないし、あの全くダメージ効いてる振りも見せてくれないから、ちょっとだんだん選手が焦ってきちゃうんですよね。攻撃が顔が変わらないことがそれ自体がプレッシャーになってきたりするので、確かに表情変わりません。パンチ届いてはいるんですが、いやいいパンチ当たってますからね。上からゴツッゴツッと、マーク・バード・ジェームスもこの左が当たる、はい、ただ前に詰めてきます斉藤です。ローキックはマーク・バード・ジェームス、ちょっと効いたかどうだ。前蹴り打ちます斉藤です。どちらがこの流れ制していくか、打ち合いです。ノンストップで打ち合っていきますこの両者。そうですね、マーク・バード選手はあの止まると斉藤選手のプレッシャーを受けてしまう、なるほど必ずパンチを返している。でそのパンいいパンチが当たってるんですけどね、斉藤選手が止まってくれないっていうのはやっぱりね、マーク・バード選手としては嫌ですよね。どうなんでしょう、もう一つ踏み込んで打ってもいいんですかね、ジェームズ。そうですね、はい、そのパンチをどれだけ打っても必ず膝だったり蹴りだったりでね、こういうロングリスクのパンチとかで必ず返してくれるんで、つなげさせてくれないうまさがありますよね。でもだんだん顔にパンチが当たってきてるから、ちょっと流れは今どっちに傾いてるというのはないぐらい、一心一体ですね。なるほど、はい、さあ残り10秒第2ラウンドです。さあ倒したい、大会の火付け役としてこのプレリミナリーファイトしっかりと自らの存在感を示したいところです。ここで第2ラウンドが終了。こちら斉藤光也は宮城県の石巻市出身、あの高校野球でも有名な東北高校の出身です。陸上競技に打ち込んでいまして、高校総体インターハイの東北大会では 3000m 障害で優勝しています。そしてそのままインターハイ全国の方にも進出して 1500m ではこれ上位に進んでいます斉藤光也。いや身体能力が高いんですね。 1500m 3分50秒です、すごいな競技が変わるとね、やっぱりあのそういうアスリートは頭がいいですからね、それちゃんと格闘技転換することができているというのが今この斉藤選手なのかなという気がしますね。やっぱこのスタミナとかっていうのもね相当あるんでしょうね斉藤は。ね、はい、あとメンタルですよね、はい、中距離長距離走るのはね自分との戦いですからね、メンタルが弱い人はできないですからね。さあマーク・バード・ジェームス対斉藤光也は最終ラウンド、プレリミナリーは延長はありません。ここで雌雄を完全に決します。さあ自らの勝利をつかむため引き分けで終わらせるわけにはいかない、しっかりと差をつけたい。右ストレート圧力かけてくるのは斉藤。ああサイのフックだ、サイのフックだ。どうですか今のパンチは。本当に一進一退なんですよね、はい、マクバト選手もどれだけ斉藤選手が攻撃をしても下がらないんですよね、攻撃を止めないのはね、ちょっとそれが2ラウンドの後半でちょっと斉藤選手がちょっと口が開き始めたので、はい、逆にマーク選手の攻撃のプレッシャーが斉藤選手にかかり始めたのかなという気もしてますね。そうですか。とはいえまだまだ3ラウンドもまだまだ一進一退です、はい、どちらというところにはねまだ行っていないかもしれない。そうですね、はい、あとこれは足元を突かれた、膝を突き上げる、
これだけ上に打ち上げなければいけないのはマーク・バード・ジェームス、はい、上から打ち下ろしてくるのが斉藤、もう今ジャブの角度もすごいですもんね、マーク・バード・ジェームス、はい、いきなりさあどうだ、これ引いたかどうだ、今の打ちからのパンチの連打、ちょっとさらにもう一つ、ちょっと見せ場になりましたね。さあ今のジャッジへの印象としてもかなり、はい、ポイントになるでしょうか、うん、今までちょっとねなかったあの嫌がり方しましたね。左の一撃がありました斉藤光也です。マーク・バード・ジェームズもそこに対してもう一つ取り返していきたいところ、ちゃんと斉藤選手今の分かってますね、今のが見せ場になるというのが分かってますね。もう一つ斉藤は山場を作れるか、はい、そうなってくるとね、かなり斉藤有利となりますよね。そうですね、はい、でもここでちゃんとやっぱりね、マーク選手はもう分かってますよね、取られたかもしれないっていうの分かってますね、はい、後頭部の攻撃は反則となっています。いやこのラスト1分ありますけどまだ分からないですね、はい、はい、どっちもあの攻撃力技がありますからね、まだまだ最後まで分からない展開です。踏み込めるかマーク・バロ・ジェームス、右ストレート、左も当たったが、いやしかし斉藤ひるみません、ガードを固めながら狙ってくる斉藤、左ボディ、さらに左ダブルで、さあ残り30秒だ、プレッシャーかけられるか両者、連続で攻撃をお互い当てさせないぐらい、やっぱりもらったら返すというのは徹底できてるんですよね、はい、だからこそ自らの一方的な流れは生まれない、だその中でその流れを引き寄せる、それを見出すことができるか、さあ残り10秒、ラッシュをかけるのは斉藤だ、さあ標識が鳴っている、いけるか、前蹴り混ぜる斉藤、マーク・ワード・ジェームスに行きたい、プレッシャーかけない、斉藤距離を取る、ここで3分3ラウンド終了です。プレリミナリーファイトは判定に委ねられました。石川さん印象いかがでしたか。うん、クラッシュやっぱりプレミナリーでもしっかりもうこういうねレベルが高い、素晴らしいですね。ノンストップでしたね。ノンストップでした ね、はい、いや本当にどっちも1秒も折れなかったですね、はい、さあ判定はどうでしょうか。用紙が集計されています。3ラウンド目前半ね斉藤選手良かったですけどね、中盤以降マークバッター良かったですからね、返しました。ジャッジ岡田30対29、赤斉藤、斉藤に1票、10ポイント差。山崎30対29、赤斉藤、斉藤の勝利。赤斉藤以上判定3人目は2ポイント差がついています。斉藤勝ったのは斉藤光也、マーク・バード・ジェームスに判定勝利です。改めて振り返っていただけますか、石川さん。はい、この斉藤選手はこの長身なんだけどパンチで、ね、この決め手を作ったっていうのは素晴らしいですね、やっぱりそのやっぱマーク・バード選手がなかなか、ね、連打をさせてくれなかったっていうのはこの試合がもつれた理由だと思うんですけど、このちゃんとね3段目の序盤に見せ場を作ったっていうのはね勝負感分かってますね、素晴らしいですね。それにつなぐ膝ですとか蹴りも良かったですね、はい、さあ勝ちました斉藤光也、これでプロデビューから3連勝となりました。どこまで勝ち星伸ばしていくのか、斉藤光也です。